私たちは世界で一番の声優になりたいのだ。子供の頃に憧れた職業はファッションデザイナー、加陽ひかるです。子供の頃に憧れた職業はバレリーナ、清水りりかです。子供の頃に憧れた職業は保育士、高橋かなです。三者三様だね。そうだね、バレリーナだったんだね、子供の頃憧れたの。そう、ちっちゃい頃にクラシックバレエを習ってたから、なんかダンサーさんとかバレリーナとかなんか踊りたかった。あー、そうなんだそう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 。え、どのぐらいやってたのバレエ。ね、12年ぐらいやってたかも。すごい。12年うん、多分すごい。え、今の人生の半分よりやってるじゃん。うん今も続けてます。え、すごいすごい現在進行形で趣味でもうずっと踊るのが好きなんで、いつか見たい、ね、見たいよね。バレッツとか。私全然バレエの知識がないんだけど、バレエでいいか、バレエの知識がないんだけど、どのくらいあれって普通の人って回れるもんなの。私一回くるって回ることしかできないんだけどいやー、回る人は本当に永遠に回ってる。あ、そうなんだ。つま先立ちすら辛い、ね、分かる、ちょっと分かる。リリクちゃんどのくらい回れるの。私は3回かも。3回。1回だと、1回でもあると。すごいね。すごい。今度見せて。頑張ります。今度どこかで皆さんにもお届けできるような機会があったらいいね、うん、はい、さて、はい、このコーナーは声優経験がまだまだ浅い私たち3人が世界で一番の声優を目指していろんなことに挑戦していくコーナーです。今回挑戦するのはこちら、第2回感情を込めて注意書き選手権。このコーナーが始まった当初に行った感情を込めて注意書き選手権、1年近い時を経て今回第2回を開催します。この企画は声優に必要な感情表現を高めるための企画になってます。身の回りにある品物の一切感情のない注意書きを溢れるほどの感情を込めて読んでみようという内容です。はい、世界一の声優を目指して1年半私たちのスキルはアップしているのか、今回はその成長をお届けしたいと思います。はい、頑張ります。ちなみに前回の優勝者は、高橋かなちゃんの感極まって涙が出てしまう注意書きだったらしいです、でしたね。覚えてる？あ、覚えています。覚えています。なんかしっとりきたね。いつも覚えてるとかだったね。確かに覚えています。でもなんかね、正直やっぱりこの設定が良かったっていうのもあるのかなって思って、やっぱり自分の技術だけではなかったなと。あれ、なんかいつもあんなになんかちょっといや私すごいからみたいな感じで言うのに、今回なんか違くない？はい、そうですね、謙虚、はい、謙虚、どうだったの？謙虚を覚えた。てまさる。私ひかるちゃんのだけなんか覚えてんだよね。え、なんで？覚えてる覚えてる。なんか告白するみたいな感じで。そうだね、そうそうそう。ちなみに私は好きな男子に伝える胸キュンな注意書きだったらしい、ですね。リリカちゃんは何だったっけ？リリカちゃんは教師が生徒に伝える注意書き、うんうん、なんかリリカちゃんの覚えてます。嘘、私記憶ない。自分の記憶ないのかな。私全部覚えてる。なんか3人ともなんだろうな、合ってる感じがした。かよちゃんはちょっとあざとい感じとか得意なイメージあるし、リレカちゃんはちょっとしっかりした大人っぽいのが得意なイメージあるし、私はなんか破天荒な感じで待って、合ってたなって。感極まって涙が出てしまう、破天荒な。感情の起伏がこう感情の起伏がこう結構自由自在なの得意だから合ってたかなって思うけど、今回はいかがでしょうかね。優勝者の余裕ですね。ね、これが前回と同じようにやればいいだろうみたいな。まあまあいけるっしょみたいな、そういう感じがバレて出てた。前回はね、そう設定で差が出ちゃったから、今回はかなちゃんが前回演じた感極まって涙が出てしまう注意書きで勝負したいと思います。3人統一で、
で今回用意されているお題はお菓子のラムネの一般的な注意書きです。おお、最後に誰が一番良かったのかスタッフの方に判定してもらいますので頑張っていきましょう。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。ではでは早速、はい、リリカちゃんからいきましょうか。はい、読んでいるうちに感極まって涙が出てしまう注意書き、お願いします。ラムネの注意事項、開封後はお早めにお召し上がりください。直射日光を避けて保存してください。喉に詰まらせないようご注意ください。万が一不都合がございましたらご連絡ください。ありがとうございます。うまくない？めっちゃ泣いてた。めっちゃ泣いてた。やだな。なんかハンカチ渡したくなった。話聞くよって話聞くよって言いたくなった。めっちゃリアルだったな。あのさ、やっててポイントとかあったの、はい、自分の中で、うん、ポイント、うん、だんだん私はもう、うんうん、あのひたすらに悲しいっていう感情が極まって出てるから出ていけばいいなって思ってて、うんうん、なんであのまずね一番最初なんで、あ、まあまあまあ、何違うよ、私たちは優勝者争いをしてるんだよ。急になんかそこで自分の中でやめて。これがベースで皆さん頑張っていきましょうみたいな基準になるのね。清水よりか上か下かっていう。強いな。なるほど、頑張んなきゃ。うんうん、でもなんかちゃんとね、5つワードセリフあるけど、ね、全部違ったね。それぞれ違ってすごく良かった。うん、ありがとうございます。私にも感想いただけるのかな、次。お言葉。お言葉。優勝者の。ディフェンディングチャンピオンのお言葉を。じゃあ続いて、はいはい、そんなひかるちゃんに挑戦してもらいたいと思います。はい、設定は同じく読んでるうちに歓喜は待って涙が出てしまう注意書きです。お願いします。ラムネの注意事項、開封後は早めにお召し上がりください。直射日光を避けて保存してください。喉に詰まらないようご注意ください。万が一不都合がございましたらご連絡ください。おー、以上です。ありがとうございます。結構明るかった。かわいいね。なんか私の中で、うんうん、ちょっとなんか自分でなんかこうさっきからさイメージ話するのもちょっと恥ずかしいんだけど、語って私の中での感極まるのイメージがちょっと卒業式とか何かを読んでる時っていうイメージだったから、卒業式ってさみんなの前で絶対泣きたくないじゃん、あんな、うん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 、だから私は強がりな女の子を意識しました。だからなんかちょっと笑いも入りつつっていう感じなんだ。あ、伝わってた。あ、よかった。リリカちゃんとはまた別だね、うん、そうだね、そう思ったのさっき。だからパターンがみんな変わってくるのかな、どうなのかなっていうのが、うん、なんかさ、ね、個人的に最後のセリフがさ、うんうん、なんていうの、リリカちゃんみたいにさわーって感じじゃなくて、広がる感じじゃなくてさ、感動をさなんかギュッとした感じがした。なんていうの、うわーじゃなくてギュッって感じ。語彙力やっぱ多分抑えようっていう気持ちが多分より出たんだろうね。ギュッて感じ。伝わるー、すごい清水リリカ。フォローしてくれた、ありがとう。伝わりました、ありがとう。ありがとう。もうすでに感極まってるけど十分高まってます今。おー、ではではこの調子で最後はディフェンディングチャンピオン高橋かなちゃんに、これが声優の感情表現のあり方だというチャンピオンとしてのプライドを見せてもらいましょう。はい、設定は同じく読んでいるうちに感極まって涙が出てしまう注意書き、かなちゃん、ではではお願いします。はい、ラムネの注意事項、開封後はお早めにお召し上がりください。直射日光を避けて保存してください。
喉に詰まらせないようご注意ください。万が一不都合がございましたらご連絡ください。はい、ありがとうございます。ね、意地を見せてくれて、ちょっと極まれ、なんかさ、これやる前に感極まっちゃったからちょっとちょっと私たちのせいにしないでよ。あれ、あれ違うかな。なんかちょっとこれちゃんとね設定があって、さっきさかよちゃんが何かを読んでる時に感極まること多いイメージって話してたんだけど、私も一緒で、これ手紙を読んでるイメージだったのね。伝わったかな。すごい伝わった本当、なんか設定があって、私は女の子、で相手になんか恩師、男の恩師の人がいて、その人が置き手紙をしてるわけよ。で家に帰ったらそれが置いてあって、でえ、胸の注意事項みたいな宛名が書いてあって、ああ私へみたいな、疑問系だったの最初、高橋かなえみたいな書いてるのを、ラムネの注意事項みたいな、でどんどんなんかこの手紙を読んでいる頃にはもう私は一緒にいないかもしれないみたいな、こう文章をこうつらつらと書いてあるわけよ。それを読んでって最後にさようならって書いてるの見て、あーご連絡ください。なんかこう置き換えたのよ、手紙の文章をイメージして、それにラムネの注意事項を置き換えてちょっと読んでみたんですけど、いかがでしょうか。こんな説明するとさ、ダメ、そう、恥ずかしいよね。私はかなり恥ずかしかっためっちゃ作り込んでんのバレてる。さっき私も恥ずかしかった。今わかりました。以上です。なんかでもあのかなちゃんのそのわーって出てく感じがかなちゃんらしいなってちょっと思っちゃった。本当、らしさ出てた。らしさがちょっと私がなんかこういうのもなんか変わってくるんで、もう早速スタッフの方に判定してもらいましょう。そうですね、はい、ではでは皆さんご協力お願いします。お願いします。お願いします。ではまずリリカちゃんが良かったと思った方挙手お願いします。1、2、確認、はい。私火曜が良かったと思う方、おお。では最後かなちゃんが良かったと思った方お願いします。あれ？え？あれ？あれ？ということは？ということは？全員敗北。なんで？全員1票ずつ入ってた？1票ずつ入ってましたね。1票ずつ入りましたね。カッコして全員に漏れなく高橋かなが手を挙げてくれていたので、全て2票入っていたんですけど、でもこれは今回はもう公平？なんていうの？みんな1位って感じ？みんな1位ってこれありなんですかね？これあ、でも待ってください、スタッフさんがここに4人いらっしゃって、3人しか手を挙げてないんですよ。確かに。誰だ？マネージャー。スタッフしてくださいよ。これはもう最後マネージャーの、そうですよ、あの判定にかかっておりますので、私たちさ1票ずついただいてるわけなんで。あげたくないというお言葉いただきました。あげたくないということで、私たち同率、はい、1位で、同率1位同率敗北ということで決定しました。はい、仲良し仲良し、いいね、平和で今日は。今日は誰かがこう、あ、この人チャンピオンだったなって思わずに、ホクホクで帰れる ね。最悪あの視聴者さんにお便りでいただきたい。そうだね、皆さんにも評価していただいて。まだそういう意味ではまだ決まってないってことだよね。確かに、来月に持ち越し。皆さんの一票で私たちの発祥が決まりますので、よろしくお願いします。お願いします。お願いします。ではでは、そんなこんなで第3回あるのかないのか分かりませんが、これからもいろんなことに挑戦していきたいと思います。ではでは、今回はここまでです。このコーナーは火曜光と清水リリカと高橋かなでした。また